忘れない忘れられない輝く1ページ。今1分経過です。私で画面の設定しようかな。押し投げ、ありがとうございます皆さん。ここにあざができた。いた。ねえ、안녕하세요。아주스셔서감사합니다。やあ、配信がね、まだあれ時間があるので、カラオケをしたいと思います。みんなの配信の途中にカラオケが聴けるのが割とタイミング的にいいのかなと思ったので、私はカラオケをしたいと思います。星投げの応援歌的な感じでもね、ちょっと今日あんまり喉の調子が良くないので、一個キーを下げてしっとりめに歌いますので、全然流して作業用 BGM だと思っていただければいいと思います。私この曲本当に好きで、めちゃくちゃ聴いてます。今日もめっちゃ聴いてました。Okay.
しい答えじゃなくて愛しみられるかと。優しさとは何なんだろう、君にかける速さか、それとも落ちた涙を一緒に拾うことか。愛の意味とその価値を僕は考えたけど、答えが見つからなくてただ苦しかなかった。優しさとは何なんだろう、君を慰めることか、だけを聞かないことか。今更どうすればいいか誰か教えてくれよ。正しい答えじゃなくて今信じられることを。すいません、この調子が良くなくて、このように低い調子したね。最近はカミングアウトしたんですけど、今日久々にメンバーに会ってなんか全然気づかれなくて、そう悲しかったです。なんか暗くしたのに、え、暗くしたのって言われるぐらいなんか明るいらしいです。これ私お風呂出たのでもうこれから寝るだけなんですけど、なんかまだ9時じゃないですか。9時って普通眠くならないのに超眠くなりました。あと1分でまた星を集めていただける時間になるんですが、皆さん本当にありがとうございます。結構早いかな、どうですか、2回目だと慣れてきた。優しさとは何な、この間にあのカウントをやっていただけたりとかするといいかなと思います。そろそろ10分にもなるのでね、そっちであの行っていただくのもいいんですけど、そろそろ10分になります。今日は21時ぴったりに始めたので3秒ぐらい遅れたと思うんですけど、ただいまお帰りありがとうございます。優しさとは何なのだろう、駆け寄る速さか、それとも落ちた涙を一緒に拾うことか。10分になったのでまたすいませんが、星集めの練習で見ていただけると嬉しいです。実はですね、私、じゃあちょっと話をしようかな。実は私、ワクチンを打ったんですよね、コロナの。もうね、泣き叫んだよね、普通に。まあ、さすがにそれは話しようと思ってるんですけど、もう、泣いた？まあ、なんかワクチン打つと20代女性の方は眠気がすごい来るらしくて、それのこれなのか、私ももう9時だけど結構眠いですね。痛い、そう痛い、なんか重いって感じするかな、割と私の場合はですけど。あと個人、あ、なんかね、みんなはね打ったところが痛いっていう感じだったんですけど、私はもうこの腕
の筋肉全体的にズキズキというか、なんか張ってる感じ、重い、それこそ重いというか脱力感がある感じですね。で、私は個人的に脇の下がなんかすごい、脇の下の筋肉がなんか違和感がありました。あとは暑いとかそういうのはないんですけど、ほてりとかそういう感じはないんですけど、私はもう右のリンパ節っていうのかな、もう肩とかそこら辺がすごくなんかジーンって重い感じがします。まあ今日ね、まあ、雨がちょっと降ってるから気圧の関係も多分あると思うんですけど、左腕は全体的に重いというか、なんか力を入れると、力を入れたりとか腕上げようと思うとちょっと痛いなって感じです。まあ、上がらなくはないけど上げたくないみたいな感じですね。でもね、こうやって曲げながら上げる分にはいいんですけど、伸ばしながらとかが結構きついなと思いました。こうやって髪結ぶときはそんなに違和感はないですけど、伸ばしながら上げると、まあ、ちょっと筋肉が違うからね、使ってる筋肉だからだと思うんですけど、でもなんか熱っぽくなる感じはないかな、私は個人的に。うん、でもだるいというか眠い、眠気はありますね。割と個人差があるみたいなのでどうかわかんないんですけど、マリナとかは割と打ったところが痛いって言ってました。私は割と肩からズシーンってきてる感じかな。うん、だからリンパがすごいなんか詰まってるみたいな、なんか感じがしますね。すごい、まあ、明日の体調がどんな感じになるのかわかんない。優しさとは何なのだろう、駆け寄る速さか、声が出ない、駆け寄る速さか、それとも落ちた涙を一緒に拾うことか、その価値を僕は考えたけど、個人差がそうですね。まあでも私の友達とかはもう眠気がとにかくひどかったっていうのがありました。なんか若い女性は特にそういうなんか反応が大きいみたいで、その眠かったりとか、あとはその細胞がすごいこのワクチンの成分と戦ってるからお腹が減るみたいな感じみたいですけど、確かに私もそんなめっちゃやばいって感じではないけど、食べても食べてもお腹は減るっていうか、なんかいっぱいにならない感じはちょっとあるかなって思いました。まあ、個人的にですけど本当にそうですね。コロナワクチン打ってきて今になって8度3分の熱出て助けて、お、今日は2日目ですか。お、15分が経過したのでそろそろ戻ってきてくれる方もいらっしゃるかな。2回目、あ、2回目だとね熱出るって言いますよね。私もね今日1回目打ってきたんですけど、割と左肩がず、肩っていうかリンパがすごい詰まってるとかズドーンって感じがします。でも別に熱っぽくなる感じはしないけど、肩が痛いの、肩っていうか肩からすごい重い感じがするのと眠気ある感じがするなと。
戻ってきた。おかえりなさい。皆さんありがとうございます。今5分ぐらいの時間でね話してたのが、今日コロナのワクチンを1回目接種してきたんですけど、個人的なその症状だったりとか副作用についてお話ししてましたけど、熱が出る感じはないのと、まあ、眠気と肩がちょっと重い感じがするかなってぐらいですかね。みんな打ったのかな、打ってない方もいらっしゃるとは思うんですけど、なんかでもいつも私注射本当に苦手なので、インフルの予防接種とかも去年集団で受けようとして結局行ったのに受けないってことがあったぐらいだったんですけど、今回はもう期末感染を防ぐためにやっぱりでかい声も出せないじゃないですか。だからもう本当に先生のその打ってくださる先生が女性だったんですけど、女性の服を握りしめて打っていただきました。熱と関節と痛さ、お、これは2回目 ?2 週目あ、2回目ですか。眠気や空腹初めて、あ、そうなんですね。最初より、ありがとうございます。18分、お、早い。なんか2回目の接種をすると、その次の日とかの熱がすごいあるみたいですね。あるっていうか、なんか出るみたいですね。こうやってあげる分には本当に痛くない。のえちゃん痩せたでしょ。ね、最近気づいたんですけど、痩せたって言ってもらえるのってリングライトのおかげなんですね。これなんでかって言うと、正面からしか光が来ないから、ここら辺がなんかシェーディングされたみたいになって痩せてるように見えるだけって。首から結構 リンパが詰まってる感じします。2回目が発熱で、だから1回目で熱が上がる人はもう感染されたことがある可能性が高い。まあ、それをちょっと本当の情報かどうか分かんないから、それぞれ調べてって感じにはなると思うんですけど、そういう説もあるみたいですね。どうでしょう皆さん、終わった。25分は取った方がいいです。やっぱりちょっと力入れるとね、なんか筋肉痛の中でも、そのなんか筋肉痛って大体その、例えば腕の筋肉だったら、ここのね、ここの筋肉だったら、ここが全体的に痛いじゃないですか。筋肉が痛いってなると思うんですけど、なんかね、打った筋が、筋の筋肉だけ痛いみたいな感じから、なんかね、そう、筋肉痛はちょっと広すぎるかなって感じがする。ワクチン打って筋肉痛の痛みの種類はそうだけど、筋肉痛よりももうちょっとなんか細部というか、なんて言えばいいんだろうな、一部分が特に痛いかなって思う。でも普通に生活してて、寝返りは打てないなって思いますね。左肩の方には、あ、リンパが詰まってる感じはね、本当に私はすごく感じてます。つってるみたいな、確かになんか本当、あ一部分なんか筋肉の全体的が痛いんじゃなくて、明日とか大丈夫かな。
まあ大丈夫だと思うんですけどね。いや、熱が出る感じは私はまだしてないかな。まあ、するのかどうかもわからないけど。筋トレめっちゃ追い込んで次の日の腕みたいな。痛みはそうなんだけど、その痛いと思う感じる部分がもっとギュッてなった感じ。その全体的に腕の筋肉がこうあるとしたら、筋トレした日って大体ここが全部痛いじゃないですか。だけど今回はなんかこうなってる筋肉の中のここだけ痛いみたいな、あとはなんかここだけ痛いみたいな、そういうイメージかな。うん。じゃあどうでしょう、この3週の配信は25分ぐらいを見た方がいいんですかね。今もう3週やってるよって方がいらっしゃったら、最終カウントできた兄さん、ありがとうございます。これもうみんなさ、指紋なくなっちゃうよね。いた、昨日ね、ここに思いっきりカゴーンってぶつけてね、あざになってもわかるかな。ちょっと笑うとここが痛いんです。わかんないか、ここら辺なんですけど、こっちはなってないんだけど、優しさとは何なのだろう、君に駆け寄る速さか、それとも落ちた涙を一緒に拾うことか。25分がいい、確かに顔だから気をつけ、ありがとう、見える、そうですね、25分が理想かな。じゃあ25分にしますね。3週配信は25分。2週配信3週カウント間に合った、ありがとうございます。2週配信は9分10分ぐらい見といたらって感じかな。割と1週配信は5分とか、短いけど。10分ぐらい、1週配信だともう5分とかでも いけますか。でもカウントもあるからね、5分じゃちょっときついか。カウント考えた、15分。1周はちなみに7分とかどうですか。7分あれば割と余裕、カウントも含めて。7分だとちょっと厳しいとかあるかな。
7、8分をめどに。そしたら2週配信を13分ぐらい撮ろうかなって思うんですけど、私がね見てるね、ファンの方が送ってくださったあ、そっか、まだか、8分なら2週で13分は余裕でいけますか？カウントも含めるよ。カウントって意外と時間かかるじゃないですか。これ15分以上配信しないととかあんのかな。1週を7分で2週を13分っていうのはどうでしょうか。優しさとは何なのだろう、君に駆け寄る速さか、それとも落ちた涙を一緒に。あ、2週はハードモードで15分。いや、15分、13分、今でもみんな10分で2週終わらせてくださいましたもんね。まあギリギリだと思うけど、15分取った方がいい。優しさとは何なんだろう、15分、そうか、そうよな。じゃあちょっと検討させていただきます。もう少し、難しいな。明日ねちょっと私のワクチンの副反応によって配信をどうするか決めようかなと思ってるので、明日配信するにしても今みたいな感じで練習配信ではなくて、まあ、配信するにしてもちょっとこういうタイムスケジュール的なの組んでからとかの方がいいかなと思います。優しさとは何なのだろう、駆け寄る速さか、それとも落ちた涙を。SNS、そうですね、Twitter とか。ね、若い女子とか発熱したら長引く。長引きたくない。ね、まだね出てこないんだよね。あ、出てきた。
フェスイベント、今日は45分配信撮ってるのでゆっくりやっていきましょう。15回しか配信でできないのかな、決まってる？20分で見ましょうか。見てないです。解熱剤とか買ってあればいい。私は常備してあるので大丈夫です。クソにめっちゃ効いたちなみに2週20分、1週10分でやってんな、過去のメンバーのやつを見ると。そうですね、20分がいい。じゃあ20分にして、まあそうですよね、余裕を持って20分と10分で組んでいければいいなと思います。朝と夜にね3周できたらいいのかなって感じなんですけど。あ、解熱だった。解熱ってまた読んじゃった受け狙ってるんです。最近受け狙ってて、私そうですね、最後らへんにちょっと厳しめに15分とかに刻んでいければいいかな。15回に配信を分けるってなるとちょっと難しいけど、それねちょっと考えます。優しさとは何なのだろう、君に駆け寄る速さか、それとも落ちた涙を一緒に旅行とか、愛の意味とその価値を僕は考えたけど、答えが見つからなくてただ歩くしかなかった。ちょっとどうなんだろう、20分、そうですよね、暗視配信が2回できて50分で、まあ130分あるから他に。難しい、ちょっと10分みたいな感じになると思うんですけど、1日何時間制限、3時間らしいです。1日3時間も配信したことないからさ、そもそも不安なんですけど、1日合計3時間みたいですね。そもそも論ね、3時間も配信したことないのに、それが1週間続くとなると割と怖い、本怖ではあるんですけど、本当にある怖い話ではあるんですけど、ぜひ応援よろしくお願いします。まずね、本当にあれなんですけど、
みんな心の準備をねしてできるのがすごく今ベストじゃないですか。なので、まあ、SNS もそうですし、メールとかフォトログとかもね随時チェックしていただいて、応援していただければいいなと思います。タイムスケジュール的なのはまた後日ちゃんと作って発信していきたいなと思うので、それもぜひ待っていていただけると嬉しいなと思います。7日間なので、私たちは7日間戦争なので、多分土日もあり、まあ多分というか普通に土日と平日1週間じゃないですか。だから土日とかその皆さんが休みが多い場合は1日かけてやったりだとか、逆にちょっと平日の場合はお昼朝夜の時間をタイミング見計らってやったり、あとは、まあその合間合間にねできればいいなって感じなんですけど、もう本当に皆さんのね指紋が削れるような熾烈な戦いになると思うので、ちょっと本当に申し訳ないんですけども、私もしっかり気を引き締めて頑張りたいなと思います。あと、まあ、これはもう何回も言ってるんですけども、やっぱイベントに出るからには1位しか私は本当に見てないので、一緒に1位を目指して頑張っていただければいいなと思います。今日ねちょっと喉の調子もあんまり良くなくて、しかもちょっとテンションがあんま高くないじゃないですか。ワクチンのおかげでちょっとねなんかホワンホワンするというか、まあ、それがなんか変な印象になると嫌なのであんまりあれですけれども、ぜひ応援していただけると嬉しいなと思います。なんかね重いね、やっぱワクチンとか、私ねワクチンやると負けるんだよな、そのワクチンの菌に。それがちょっと怖いけど、はい、インフルの時もね大体ワクチン打った年になるので、さ私いつも思うんだけど、このシールはいつまで貼る派ですか皆さん。私はねもう1週間ぐらい貼ってますね逆に汚い、触った感じはそんなに何も感じないかな、うん、すぐ取っていいやつ先生適当だったらシールすら貼られますね。マジで5分で取っていい、もう取っていいのく貼っちゃいけないやつ、嘘だ、こんないつまで貼っててもいいでしょ。こんないつまで貼っててもいいタイプでしょこれ。私割と1週間ぐらい貼っとくタイプですね。でも取った方がいいの、でも分かんないじゃん、なんかこれさすごいなんか特別なバンドのちょっと生地使っててさ、そのなんか湿布的な役割があるかもしんないじゃないですか。その血が止まってればだけじゃなくて貼っとくとちょっと有効成分があるよみたいな。じゃあ取るよ。あ、でもなんか皮膚引っ張ると痛い。あ、皮膚が今取ってるよ。やばい皮膚が。あ、取れた。血全然出てない。全然まっさらでびっくりした。
私の体に穴が開いてる。これ打ったあと15分ぐらい待つじゃないですか。もうその間ももうこう何をするの、こうやってやってこうやって、なんかもう水とかもなんかこうやってこうやって片手で過ごしてました。ビッタで皆さん仲良くしてもらって、単純なチャンスでデビューさんは行きます。嬉しい、ありがとうございます。ゆうちゃんのファンの方、昨日実はゆうちゃんと遊んでますよ私実は私ゆうちゃんとヤヒと一緒にいましたよ、昼間がっつり一緒に遊んでましたよゆうちゃんママにも会ったし、明日持っといてか、いやカッコン糖とか飲んどこうかな、なんか効きそうじゃない。ダメ、ワクチン後カッコン糖、漢方薬で処方されてるって、飲もう。飲みます。いたたたたた、カロナールしか、痛み止めでしょ水分はいつもより多くて、いつも多いけど気をつけてたくさん取りたいと思います。ではじゃあそろそろね時間になってしまったので、また皆さんお会いしましょう。明日の配信はねちょっと私の体調次第で、すいませんちょっと皆さんにギリギリになってしまうんですけども、またお知らせしたいと思います。もうねちょっと結構眠気がすごいですね、やっぱワクチンのおかげでかどうかわかんないんですけど、またお会いしましょう。ありがとうございました。頑張れ私の腕ってみんな言ってバイバーイ、みんなありがとう、来てくれておやすみなさい。